お主の見舞いに来たに決まっておるだろう。港の件も同時に進めたいと思っております。諸君日本儀がほとんど完成いたしました。婚礼のせいだけでは厳しいとお聞きしました。桃カードの以上かもしれないな。やはりこの地にしてよかった。さようにございますね。清丸殿、この平安京を長岡京の二の舞にはしたくない。洪水対策はより一層力を入れてほしい。予算はいくら投入しても構わない。かしこまりました。港の件も同時に進めたいと思っております。よろしく頼む。天皇様ご報告が。これは清丸殿、お話の途中に割り込んでしまい申し訳ございません。いえ、ちょうど話も済みましたので問題ありませんよ。天皇様、私はこれで失礼いたします。報告とは何だ。はい、諸君日本儀がほとんど完成いたしました。諸君日本儀とは、697年の文武天皇の時代から791年の桓武天皇の時代までの95年間の歴史を記録した立国史の第二にあたる勅撰国史のことです。大義である。してほとんどというのはどういう意味だ。はい、予定にはありませんでしたが、現在桓武天皇様の治世にあたる部分の編纂を行っておりまして、あと数年かかると思われます。そうか、すまないな、皆に余計な気を使わせてしまった。いえ、民のために政治を行っている桓武天皇様のことを記録しないわけにはいかないと皆から出た意見にございますゆえ、誰もいい意味で気を使っておりません。ありがたいことだ。これからもより一層精進しなければならんな。さようにございますね。大丈夫か。失礼いたしました。少し咳込んだだけにございます。ここのところ無理をさせすぎている。少し休みを取ったらどうだ。いえ、問題ありません。若いうちに楽をしすぎたツケが回ってきているのでございます。いい方向に進んでる今、私が休んでいるわけには参りません。頼りにしておるぞ、継忠。でもな、お主の体が一番大事だ。あまり無理はするなよ。お気遣い感謝いたします。794年に遷都した都平安京は、東西に 4.5km、南北に 5.2km の長方形の都で、唐の長安城をモデルにしていたと伝わっています。平安時代に編纂された歴史書日本紀略には、門野の地は山や川が麗しく、四方の国の人が集まるのに交通や水運の便がいいところだという桓武天皇の勅語が残っています。具合はどうだ。天皇様、なぜこのようなところへ。お主の見舞いに来たに決まっておるだろう。申し訳ございません。謝ることではない。むしろお主が倒れたと聞いてからすぐに来られなかったことを詫びたいぐらいだ。今のお言葉で私の70年が報われました。もう思い残すことはございません。諸君日本儀が残っておるだろう。ご安心ください。それに関しては菅野の真道殿が中心となって編纂を進めております。時期に完成するかと。そうか、ではとりあえず完成までは生き延びてもらわなくてはな。お主の手から直接受け取りたい。恐悦至極に存じます。もう一踏ん張りしてみたいと思います。体調が安定するまでは療養を続けよ。決して無理はしないことだ。痛み入ります。しかし諸君日本人が完成する1年前の796年に藤原の継忠は亡くなってしまいます。享年70。継忠は凡庸な人物であるものの、その人柄の良さから世の批判を受けることはなく、桓武天皇の信任も得ていた人物だったと伝わっています。そして継忠と共に活躍していた藤原の小黒麻呂も794年に亡くなっています。享年62。よく来てくれた、お継ぐよ。お父上である桃川殿には
生前大変お世話になった。桓武天皇様の今のお言葉に、あの世で父も喜んでおります。して、今日は何用にございますか。苦害党を知っておるか。水湖で国士が得た利益のことですよね。さすが、桃川殿のご子息。なるほど。桓武天皇様は、農民を苦しめている地方行政を正したいとお考えなのですね。桃川殿以上かもしれないな。恐れ入ります。聖武天皇の時代、墾田永年私財法が施行されてから、各地の国士たちが自分たちの給料の確保と朝廷への納税を達成するために商税に手を出し始めた。商税とは、外して徴収し倉庫に貯蓄してある稲のことを指します。国士たちはこの商税を高い利率で民に強制的に貸し付け、そこから得られる利息分の稲を自らの私腹を肥やすために使いました。この強制貸し付けのことを水庫と言います。国士たちのこの一連の行動により民が苦しんでいる。このままでは蝦夷平定に向けて足並みが揃わない。墾田のせいだけでは厳しいとお聞きしました。以前よりはだいぶいい方向に進んでいるがな。ただ私には今回の問題で一つわからないことがあるんだ。わからないことですか。国士の任期は4年のはず。いくら私腹を肥やしても4年経てば新任の国士の利益になる。なぜここまでことが大きくなってしまったのかがわからなくてな。確かに、前任の国士が自分の利益を確保するために勝手なことをすれば、新任の国士が義勇状を素直に渡すとは思いませんね。まさか前任が大金を渡して新任の国士を買収しているのでは。買収か。なるほど。確かにそれなら争いが起きることなく国士全員が苦害党を得ることができるな。しかしそれほどまでに利益が大きくなっていたとは。至急解決策を講じなければならない。国士の交代の際に下位上の審査をして不正を防止する役職を新たに設置するというのはいかがでしょうか。新たな役職か。確かに今の大法律令にその役職はないな。これからの時代は流れに沿って役職を作っていくべきだと存じます。そうだな。藤原のお継ぐよ、この仕事お主に一任する。私にですか。お主のことは前々から優秀だと噂を聞いていたが、今回直接話をして桃川殿以上の切れ者であると確信した。それに桃川殿に恩を返すことができなかったからな。せめてもの恩返しだと思ってくれ。恐悦至極に存じます。そのお役目、この藤原のお継ぐにお任せください。父桃川の顔に泥を塗らぬように立派に勤め上げてみせます。影牛の設置は797年頃とされており、806年に一旦廃止されたものの、824年に再び設置されました。影牛は平安末期頃まで監査機関としての機能を担い続けたと考えられています。さて、次回の百花繚乱歴史伝は、藤原の継忠や菅野真道らが編纂を担当していた食日本にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。